俺は昔は世界のトップにいたんだ。だ、どうすればいいの？お前はダメだと思ったよ。心配ない。この役立たず。お前が外に出るとは思わなかった。予断を許さない状況だった。俺はジョン・シナモイ、ここのライフガードのリーダーだ。お前がホテルで困っていることを無線で聞いた。この伝染病に耐性があるとも。信じられないが、実際に噛まれた跡があるのに全く症状は現れていないな。それはキスマークじゃないんだろ。お前が誰かも、どうして無線の男を知っているかもわからない。とにかく外部との唯一のつながりである無線の信号が消えかけている。おまけに門数も近づいている。考えがあるんだ。ライフガード本部にみんなで移動しよう。あそこなら救急車や機材、アンテナのついた無線もある。だがお前の力なしではできない。悪いが助けてくれないか。やれるだけやってみる。よし、まずは防犯ゲートを通るためのアクセスカードが必要だ。俺のは部屋に置いてある。この騒動で持ち出すのを忘れたんだ。プール脇の11番バンガローだ。武器を持って気をつけていけ。免疫があっても死なないわけじゃないからな。何かいいものはあるか？
起きてみろ、もう一度食らわせてやる。最高に不幸な奴がいるみたいだな。そんな、神よ、妻も父も弟を吸って、お借りないができた、殺されろっていうのが、なぜ俺をそんな風に見るんだ。なんだってんだ、どうしようもなかった。そんな、神よ、あっちに行けって言ってる。ほっといてくれ。ここは地獄だが、眺めは楽園だな。時間がない。また奴らに襲われたら、この小屋では20分も持たないだろう。取ってきてくれたか。よし、ありがとう。これでみんな助かるかもしれない。移動するぞ。